はい、ということで、今回ね、トラックの宮殿さんにお邪魔させてもらってるんですけど、まあ、ここといえば、まあ、佐々木さんと舞さんがよく戦ってた場所みたいなイメージあると思うんですよね。舞さんもちょっとボコスカにやられて、佐々木さんの引きによって2回撃破してますからね。そうそうそう、まあ、今回ちょっと舞さんいないんで、まあ、ちょっと最近舞さんね、サブチャンネルサボってるんで、ちょ今回僕が代打で佐々木さん撃破してやろうかなと思って。無理だって。ちょうどよりパッタンですよ。いやでも見てください、新春になってるんで、もう2024年になって、まだ正月ですからね。去年は勝ったもんね。そうそうそう、今年は違うのかな。で、まあ一口5000円の60口2分の1で PSA10 が確定してると。はい、だからもう PSA 引けば当たりみたいなもんですかね。ってことはだ PSA 引いたら1ポイントで、ここが5ポイントとかだったよね、前は。でかっ、大当たり5ポイントだったよね。あ、なるほどね。大当たり5で PSA は1、この小当たり外れ1ポイント1ポイントだったね。ここね、前だって SR とあれだったもんね。だからここが出れば1ポイント1ポイント、上の大当たりが出たら 5ポイント5ポイント、ね、外れは0と。で、まあ20口いけるんで10万だと。でも、負けた方全持ち、自腹でいこうかなと。かまわすかま、かま、かまわす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 、どうぞ。あ、もういいっすか。どうぞ。まあ、交互にやっていきましょう。さすがに1個ずつ、1個ずつ、じゃあ、いいっすか。アイテムス、アイテムスです。あ、俺先からいいっすか。どうぞ。あ、いいっすか。でも待って、5個しかないから当たりが。まあとりあえずその外れじゃないのを引いていくのは大事だと思う。これで、じゃあ、はいはい、じゃあ見ていきますか。いいです、最初。いや、どうじゃ、え、あ、同時に、はい、小当たり1点。あ、小当たりね、1点ね。はい、来ました。外れが滝壺やから、滝壺っすね。一気にいかない。はい、1点ね。1点。あ、おー、追いかけてるからな。いい勝負ですね。じゃあ2回目、ここで。やばいやばい。はい、一番左上行き、はい、どうぞ。はい、あ、引き返すよ。5ポイント来ちゃうのかな。ん、1点。あ、1点か。あ、もうトレーナーが引っかかる。あれあれ、あ、1点。危な、マジ危な。滝つぼの縁ってどんなの。もうだからこれ、スタジアムじゃない、白いじゃん。もう分かるんか。ノーマルカード。佐々木さん食らいついてくんな。じゃあここで次、佐々木から行きましょう。いいよ、構わんけど。次ささやかんからね。その辺でハズレが出ても、まああれ、滝壺じゃない。ああ、おい、1点。はいはいはい、じゃあ行きます。滝壺来い、ま、行きます、せーの、ほい、おい、1点。これ粘るな。2分の1引いてることでしょ、毎回。すごいね。結構すごくない、全部今のところ外してないですよ。毎回2分の1当ててるってことだから。いいよ。あ、いいですか。うん、はい、じゃあその隣行きます。出た、なるほどね。じゃあもう多分これどっちか外れそうやな。じゃあ佐々木さんからどうぞ。うわっおめでとうございます。ほら、そういうことしてるからなんですよ、佐々木さん。行きます。あ、もうこれ当たりや。行きまーす。あ、ほら、もう、はい、あ、1点。やばい、1点リードされる、これでかい。リードです、どうぞ。あ、ありがとうございます。何回や。うーん、5回か。はい、じゃあここでその隣に行きます。出たよ。どうぞ、最初。あー、まずいんじゃないか、これは。佐々木さん、やっぱね、2024年僕持ってるんですよ。いきますね、せーの、ほい。まあ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 、これタイですか。まあ、なんか今次6回、次6回目。はい、それのどっち、先行ってください。僕、予告し、うん、木肌引きました。あ、来た。あ、なるほど。でも予告、そのパターンね。うん、予告ホームラン追いかついて。で、僕何じゃも引きます。木肌が欲しいの最近。なるほど。あれあれ、スタジアムじゃない。あれあれあれれあれれれあれ、佐々木さん、あれ大丈夫か。いきます。やばい、ちょっとヒット打ちすぎたな、前半に。あ、おあ、これは当たりっすね。もう1ポイント確定なんで、いきます、せーの、ほい。おー、1点ね、グレイシア。まあまあ、でも結局これ大当たり引いたもん勝ちみたいなのがある。まあ確かに、まだ分かんないですか。まだ逆転は全然。うん、で、いっていい、どうぞ。これです。あー、もうその出てるのに、これでいきます。今2ポイントだっけ。2ポイント3。2ポイント3だが、まあ大当たり引けば全然。そうだよね。あれれれ、佐々木さんどうした。ちょっと前さん 50% 切ったな。いい効力じゃないのかもしれないな。せーの、はい、はい、来た。え、何これ、誰これ。
あ、でも CHR かな、キングドラ。あれだ、1ポイント。あれ、佐々木さんちょっと見てみてほら、3ポイント差。3ポイント差、好きっすね、ほんとに。4択いつも来てますよ。これはね、こっからなのよ。どうぞ。いいよ。あ、いいっすか。うん、あれです、こっからなんです。じゃあこれいこうかな。逆転劇が面白いんで、はい、これです。あ、俺もまた隣来ると。はい。あー、当たりやな。やだ。あー、1点。あぶねー。ちょっとこっからいいから、マジ来そう。こんだけ引いて出ないってことは。いきます。逆転あるからな。マジで1回スタジアムやめろ。あ、あ、いや、ノーマル。いきます。東、せーの、はい。あー、1点か。あ、もうあと2回しかない。ね、もう一気に2枚ずつ引きます。確かに、いいよ、ここまでいったら。俺でも1回しか外してないからな、もう負けないもんな。まあ、もう当たり引いて笹毛さんグッバイ添えれば。大当たり当てるしかないね、僕はね。そうですね。もうじゃあ僕この2枚でいきます。結構でも量あるから、ここから5枚を抜くのむずいな。これです。やだ、俺からいった方がいいか。そうだね。はい、まあ、じゃあここでも大当たり引こうもんなら、もう結構ダメ押しやで。あ、これスタジアムっぽいか。いきます、せーの、ほい。うわー、やべ。ここでおっと、まあ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 、2枚目。これ両方スタジアムだったら同点だけどね、僕が小当たり引けば。せーの、うわ、やばい、マジで。あれ、え、これだからこれは僕が 3? 俺3枚しか引いてない。だから佐々木さんはでも小当たり2枚引いても無理ですよ、勝てない。あ、そうだ。じゃあもう小当たり引かないと。小当たり1個で逆転か。そうですね。じゃないともう勝てないのか。勝てない。やれんのか、佐々木。ここでの先生弱そうやな。やれんのか。来た、終わった。こういうことなんです。おい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 、なんでな。こういうことなんです。やめしきか。おお、すごい。後味悪いな。はい。いや、マジで。こういうことで。うわ、結局、マイさんの時もさ、小手で勝ったよね、確か最後。確かに、最後逆転した気がする。そう。でも、マイさん先勝ってて、最後、サイさんがぶち抜いたみたいな。ぶち抜いたよね。やっと逆転させたけ。もう。これ本当に聞き弱いのは君なんだよ。あ、でもまあ確かに証明。そうなの、直接対決。あ、なるほどね。一発が出かけりゃいいみたいな話か。じゃあ分かった、もうあの、うんうん、君が一番弱いのよ。いやいや、サイさんこれ動画面白くしてるんですよ、わざ、まあね、わざわざ。そう、サイさんに花持たせてあげてる。まあ、どっちが先に出てるか分かんないけど、うん、君が一番弱いよ。やめろ。ネタバレだよ、もう。今死ぬほど家帰りたくないんですから、俺今。もうそのままマジ家帰ったのかなって思ってるけど、まあまあまあ、もしね、マイスターも激やしし、ロケマンさんも激や、うん、もし名人が、まあ、俺ならって思うなら、いや正直相手にならないです。ああ、でこう、まあ、名人がホームランですよ、こう相手にならないんで挑まないです。あ、逆に怖いか、挑まれる側。逃げるんや名人。俺挑まれる側やから。挑がまわれる側。挑がまれる側やから。ガバ。まあということで、はい、今回はこれで終わりたいと思います。まあでも2回戦ったからもう1回リベンジありですか。まあどうなんだろう。まあいいな、出たらやりましょう、もう一回タイミング合えば。まああ、逃げるんですかね。頼み方とかあるしね。まあそれはね、あ、まあその時になったら。そう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 、まあまあ、そうそうそう、まあ確かに。はい、まあ俺もね、今めちゃくちゃ悔しいですもん、やっぱ最後に引かれて。そりゃな、連敗やもんな。うん、いや連敗って言わないでください、うん、髪の毛も。あ、やめろやめろやめろ、本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。